飲んで、でまあ多分その後目つぶったから30分ぐらいに就寝したわけ。12時半ぐらいには多分眠りについたのよ。おはよう。でそろそろ7時かなと思って目覚めたのがまず2時半で、でその次にそろそろ7時かなと思って目が覚めたのが4時で、でその次に目が覚めたのが6時前で、でその次に目が覚めたのが6時過ぎみたいな。でも6時過ぎぐらいに、いやもうさすがに起きようと思って起きたんだけど、え、マジで今日だから寝たようで寝てない。多分睡眠時間はとってるけど、めちゃくちゃ睡眠浅かったから、多分もう今日寝てないのと一緒。もう徹夜、ほぼ徹夜状態。え、困ってる。だからもう逆に失敗みたいなとこある。ゆちさんめっちゃ可愛い、ありがとうございます。でも今はすごいすっきりしてる。多分ね、午後やばい。多分午後死ぬほど眠いから、でも今日お昼寝なんてしたら一日のスケジュールが遂行できないから、お昼寝は絶対にできないわけ。だからどうしようと思って。でも今のところ朝のタイムスケジュールは100%バッチリ。早く起きたおかげでなんか朝ゆっくりできたしね。そう、早く起きたおかげでゆっくり、ちょっとゆっくりに準備できた。ちょっと汗が外から帰ってきたら汗が。おはよう。よいしょ。セリーも根も葉もルームは昨日見た、見た見たよー、ツイートしたよー、見た後に。じゃあちょっとメイクしていきますね。新しいメイク道具お迎えしたよん。えい、おはよう。この辺はいつもと一緒なので、喋りながら適当にやります。タイからこんにちは、こんにちは。おはよう、おはよう。なんか暗いかな。顔どっちにしろ光っちゃうからいいや。太陽光でやろう。お腹すいたな。22の劇場公演キャンセル待ち当たった。お、楽しみ。22ももうすぐですね。楽しみ。よかった、劇場公演スケジュールが出て、出れて。雫が再開したらね、また雫ちょこちょこ出れて嬉しいですね。多分今どうだろう、だいりちゃんがマジムリの舞台で忙しいから、もしかしたらハマちゃんとか私がたくさん出るかもしれないね。もうちょっとしたら私とハマちゃんも舞台のお稽古忙しくなるんだけど。それまでの間ね。お風呂掃除終わったよ。おはよう。抱きつこうか見たかったから、何でも楽しみ。確かに抱きつこうかですね。練習しなきゃ。めっちゃ久しぶり抱きつこうか踊るの。なんかすごいぴょんぴょんしてるイメージある。おはよう。新しい
いメイク道具テンション上がる。上がるよ知らんけどって。メイクしない人には分からないと思うから、なんか例え話がしたいな。なんだろう、でも学生の頃とかさ、新しい文房具とか買うとなんかちょっとノート取んのさ、ワクワクしたりしなかった？いや、しない人もいるかもしれない。私はしたんだけど、それと同じ。新しいカバンとか買ったら早く使いたいなとかさ、服買ったら早く着たいなみたいな感じで、新しいメイク道具買うと早く使いたいなってなる。もしかしたらもっと可愛くなれるかもっていう期待を込めて。サリンの抱きつこうか見たことない。あ、本当？もう 2,3 回はね、でもやったことありますよ。富山とかでやったしね。あと他のとこでもなんかちょこちょこやった気がするけど、ちょっとあんま覚えてないな。なんか富山でやったらすごい16期のメンバーさんが喜んでくださってっていうのを覚えてる。おはよう。まあでもやっぱ新しいメイク道具のいい例え話はあれだ、文房具だな。なんか新しい文房具買ったから今までよりすごい綺麗にノートが取れるようになるかもとか、そういう感じで、新しいメイク道具買ったから今までよりまたさらに可愛くなれるかもみたいな、そのワクワクがメイク道具新しくした時の気持ちだな。はいよー。また富山来てください。行きたいね。今日はポケモン GO のイベント、ポケモン GO のイベントなんてあるんだ。私も一時期やってたけど、田舎にピジョン、違う、ポッポしかいなくてやめた。田舎マジポッポしかいないんだけど、ポケモン GO。都会だとなんかいろんなおしべりとかいたり、ポケストップとかたくさんあるらしいけど、田舎マジでポッポしかいなかった。はじめまして、はじめまして。おはよう、おはよう。皆さん、日曜日から早起きありがとうございます。私に付き合ってくれてとても嬉しい。今日はポケフェス。そんなのがあるんだね。ポケモン GO から離れて何年って感じ。だから知らなかった。はいよー。朝ごはんはこれから？そう、ちょっと後でつまもうと思ってるけど。今日の朝ごはんはカフェオレかな。お昼をちょっと早い時間に食べるかなって感じ。今日お昼と朝の間に一食ぶちかまそうと思ってます。おはよう。配信見るために起きれた。嬉しいんだけど、ありがとう。配信、私が配信の予約をするとファンの皆さんが早寝早起きになって健康的な生活が送れるというライフハック。新しく買いました、キャンメイクのコンシーラー。なんかクマ隠したりとか、ちょっとニキビができちゃったらこれでごまかしたりしますごまかしたりします。私はもう最近ね、マスクニキビが治らんくて困っとります。マスクには勝てぬ。すごい、これね、めっちゃ消えるんだよ。これはいつも劇場に
同じのが置いてあって、劇場でなんかみんなで使えるやつみたいなメイクポーチがあるんだけど、そう、それですごい良かったから私も導入しました。次、まあ、これはもともと持ってたけどもうよいしょ、残りがこんな感じでもう端っこにあるやつ全然取れなかったので新しいのを買いました。これはシェーディングといって、あの顎をデーモン閣下みたいにするやつです。お、新しいやつはすんなりと筆についてくれて使いやすいぞ。なんかいつもはシェーディング顎を削るやつっていう説明をするんだけど、デーモン閣下って言った方が多分みんなに伝わるよね。おはよう、おはよう。でもやりすぎると本当にデーモン閣下になっちゃうので、デーモン閣下になりすぎないように顎を削っていきます。やりすぎるとマジデーモン閣下になっちゃう。おはよう。皆さんは今日のご予定を教えてください。皆さんの何するんですか日曜日。まあお仕事の方もねもちろんいると思うけど、今日さ、今さ、買い物から帰ってきたんだけどさ、早急に買いたいものがあってちょっとスーパーにバチって行ってきて、まあ30分で帰ってきたんだけど、日曜の朝めっちゃ道空いてて快適だったんだけど、自転車走らせて行ったんだけどさ、快適すぎてびっくりした。 人も車もいなくてめちゃくちゃ楽ちんだったんだけど、最高。じゃあ顎が削れたので眉毛描いていきます。今日はゆっくり出勤。あ、お仕事か、頑張って。ポケカツ、ポケモン GO やってる人多いね。なんかポケモン GO とさ、ドラクエウォークの二大巨頭が、なんかそういうゲームの二大巨頭じゃない。ちょっと今日本語下手くそだったけど、あ、伝わったでしょ言いたいことは。どっちも人気だよね。そう、自転車乗ります。最近遊びに来たよ、ありがとう。今日は外出したくないか言え。うん、暑いからね。うまいもん食べにドライブに行く。ああ、いいですね。おはよう。買い物とオンライン講座。お、何習ってるんですか。オンライン講座いいね。この家にいる期間を勉強に当てるのはかなりいいですね。おはよう。ネバハモルーマーは私レッスン受けてないので1ミリも踊れません。じゃあネモハモルーマー踊れるようになるビジョンが全く見えないんだけど、大丈夫かな私のダンススキルで。もちろん練習はすっげー頑張るけどさ、なんかやりますってなったら全然私が上手に踊れるビジョンが見えてこない。心配です、不安です。はい、次これ新しいのです。これはなんか眉毛を明るい色にするやつ。今日 NCT さんの公演見に行く。あ、めちゃくちゃいいじゃないですか、楽しんできて。これ眉毛を明るくするやつです。なんかメイクさんに私は眉毛の色がもっと明るい方がこう目の印象が柔らかくなって可愛くなるから明るい色にしなさいって言われて、確かにと思って買ってきました。
おはよう。休みだから家でゴロゴロ。いいっすね。やっぱ休みの日の醍醐味だよね、ゴロゴロするのは。そういう日も大事よ。毎日毎日毎日頑張ってたら体壊しちゃうからね。休み休息日も大事。いいと思います。おはよう。失礼、ちょっとあくびが出てしまいました。おはよう。580日、もうすぐ600日じゃん。600日か、早いっすね。600日、時が経つのは早いの。サリー、おはよう。おはよう。あくびつられた、失礼。でもあくびってさ、なんか仲いい人とかさ、その好きな人のものが映るっていうからさ、私のあくびが映ったってことはそういうことじゃない？サイリン配信はすっかり日課になって嬉しい。この私が好きなことを垂れ流しているだけの配信が。ちょっと待って、やっぱ暗いわ。電気つけよう。自分の顔が全然暗くて、なんか色ついてるのかついてないのかよくわからん。今一番窓から遠いところでメイクしてるからね。予定がないので猫とイチャイチャしてます。いいなぁ、猫が。猫なんか新宿にさ、でっかい猫のさ、ビジョンがあるんでしょ。あれ見に行きたい。おはよう。おはよう。主見さん、えらい可愛い。本当？メイク中だけど大丈夫？可愛い、ありがとう。新宿駅の東口に行ったらいいんだ。今度なんか暇な時に行こうかな。それかなんかお仕事の時にわざわざ新宿まで遠回りして猫を見て癒されてから行こうかな。めっちゃ見たい。なんか可愛い映像だけ見た、ツイッターかなんかで。今から B の昼公演に向かいます。早いね、それは早いわ。昼公演って12時からじゃない、多分。まあでも場所によってはそれぐらいに出ないといけないか。秋葉原も都心だからね。おはよう。これさ、今カフェオレを入れてるんだけどさ、カフェオレの存在忘れてて全然飲んでなかったからもう冷めちゃった。めっちゃぬるい。アイスとホットのどこかっつったらもうほぼアイス寄りになってる。氷の入ってないアイスみたいな冷たさになっちゃった。おはよう。おはよう。はじめまして。お、はじめましての方ありがとう。ほっぺピンクにします。初見です。初見さん、ありがとう。こんにちは。おはようか。まだ8時台だからおはようの時間ですね。
アイス専用ボトルと思ってた。なんかこのステンレスはあったかいのはあったかいまま保温するし、冷たいのは冷たいまま保冷してくれるやつ。でも今ホット飲んだら絶対汗かいちゃうからぬるいぐらいがいいですね。次いきます。まつげを上げる前に涙袋を作ろう。涙袋のガイドラインを引いておきます。そしたらキラキラをのせていこう。初見さんおはよう。おはようございます。朝から可愛いセリナイでテンション爆上がりです。ありがとうございます。嬉しい、そんな風に言っていただけて。朝配信のやりがいもあるってもんですわ謎のテンション、朝から謎のテンション。どれのせようかな。何しよう。お城攻撃されたってことで、あ、ロードモバイル？嘘。悲しい。お城攻撃されたらさ、どうしたらいいの？どう対処したらいいんだろうね。いまいちわからん。まだ。この前なんか8割ぐらい理解してきたかもこのゲームって言ってたけど、遊んでいけば遊んでいくほど4割ぐらいしか理解していないことを思い知らされる。難しいでござるな。よいしょ。コールセンターでは朝10時まではおはようございますっていうのが基本ルール。あ、そうなんだ。じゃあさやのショールームでもそれ取り入れていこう。10時まではおはようにしよう。10時過ぎたらこんにちはにしようかな、配信の時。二人もお出かけするなら水分補給こまめにね。今日はね、もうあとは引きこもりよ。今朝涼しい時間に買い物行ってきちゃったから、まああとはお家に引きこもるから安心して。あと外出るときはね、そうさ、いつもあの水筒持ち歩いてます。水筒持ち歩いて、なんか道の端っことかでよくお水飲んでる。みんなもね、水分補給しっかりしましょう。そう、本当にね、熱中症は本当に辛いらしいから、私もなんか多分なりかけたこととかはあると思うんだけど。あ、はい、これ新しいビューラーです。最近まつげの上がり具合が良くなくって、メイクさんにこれならすごく上がるよって言ってもらったので教えてもらいました。このまつげ受けのゴムの部分が水色で可愛いです。まつげを上げていきます。なんかこれは一重とか奥二重の人に向いてるビューラーで、私は奥二重だから、そう、これがすごい合うんだよ。これはね、この前メイクさんに貸してもらってめちゃくちゃ良かったので買いました。やっぱ女の子はまつげが上がってると可愛いからね。おはよう。今日はまつげ上がりづらいかも。今日湿度そんな高くないと思うんだけどな。まあそういう時もあるよね。上がった。上がりました。無事。今塗ってるのは
マスカラ下地って言ってまつげを上げたらその上がったままキープしてくれるやつ、まつげを固めてくれるやつですね。あの髪の毛でいうワックスみたいなやつです主権です、ありがとう、おはよう、ナイスビューラー、ナイスビューラー。メイクとかプロのアドバイスもらえるのは役得。そう、本当に私本当にメイクについてね完全にわからないまま入ってきたから、メイクさんに何でも聞いて何でも吸収している。やっぱ料理もそうだけどさ、料理の腕を磨くと美味しいものが作れるじゃん。でも逆に料理の腕が悪かったらどんなに素材が良くてもさ、なんかえみたいなものができるやん。メイクも同じだと思ってて、逆にちょっと料理とかさ素材がさ普通とかさそんなに良くないものでも料理の腕次第ではさめちゃくちゃ美味しいものができたりするじゃん。メイクも同じだと思っている。メイクの技術を上げれば素材がどうであれ可愛くなれると思ってる。カラーはメイクの技術は大事。今日は左目の方がまつげがよく上がってます。いい意味で顔に癖がないからメイクさんやりがいがありそう。え、わかる、さやさ顔に癖ないよね。わかる、なんかあのなんていうの、ネガティブに考えてるとかじゃなくて普通に結構顔に癖がないからなんかメイク次第でめっちゃいろんな方に行ける気がする。私の顔めっちゃわかる。よくさえの顔のこと知ってくれてるね、いいコメントだおはよう、いいコメントをしてくれた。それな、さえもそう思ってる。ちょっと左の方がまつげが上がってるのでこっちの目ももうちょっとしっかり上げて左右対称にしていきます。オッケー、そしたらまつげコームっていうまつげを溶かす櫛ですね。でまつげをちょっと溶かします。よし、ローモバサリー周りの城攻撃受けて、え、嘘、私の周りのみんなのお城が攻撃受けてる、やばい、うわすごい、今ローモバ開きたいけど配信してる悲しい。じゃあマスカラ塗り、あマスカラ塗ります。マジか、誰攻撃してるの、やめてください外の人だな多分。パンギルドに攻撃しないで、ここで言ってもしょうがないけどね。めめパッチリ、え、燃えてる、マジ悲しい、
まあでもなんか時間が経てばね戻るらしいから、あとは時間が解決ですね。ちょっと配信が終わったらちょっとロードモバイル覗きます。なんか助けれそうなことがあったら教えてください。そう、ロードモバイルはね全世界の人がやってて、その人たちから近くにいたりする人から攻撃されたりするんだよね。そう、まあ、それもねゲームの醍醐味ではあるんだけど、そんなことは頭では分かっていてもやっぱ燃やされると悲しいよね。美味しそうな朝食できた。え、いいないいな、素敵素敵、いい朝食にして。本当に私のお城の周り、私を囲うようにファンの人がお城建ててくれてて、楽しい、囲まれてるみんなに。世界って海外もってこと？そうだから、そうそう、寝てる間に海外の人は、私たちが寝てる間に海外の人はメインでやってるから、めっちゃ寝てる間に知らぬ間に燃やされてるとか、なんかよくあるあるだってあのスタッフさんは言ってたよ。ロードモバイルの企業のスタッフさんが、ね、やばい、今日めっちゃまつげすごいいいよ、ほらめっちゃ上がってる、ボリューム悪くない？配信でも伝わる。はい、これ新しく買いました、アイライナー茶色。これさ買い物失敗したんだよ。さやは本当はねこういう筆のやつが欲しかったの。筆ね、筆ペンみたいになってるんだけど、ペンシル買っちゃったんだよね。なんかほら繰り出して出すペンシルタイプ買っちゃって失敗した。ペンシルでうまく描ける気が全然しない。意外と描けるか。なんかサンプルが置いてあって、これが欲しいと思ってパッて撮ったら、そのサンプルと別のやつ取っちゃってたみたい。気づかなかったな。まあでもメイク道具も安くないので、これに慣れていこうと思います。でもこんな感じか。よいしょ、待って、まだ終わってないですからね。一旦前髪を下ろしてバランスを見ます。今日顔むくんでる、あんまり寝れてないからかな。顔めっちゃ丸い、今日顔丸い気がする。まあそんなことはよくて、下まつげをちょっと下まつげを溶かしてから塗ろう。おはよう、おはよう。
まつげを塗っていきます。お目目かわいい、ありがとう。おはよう。お腹すいたね。でもさっき外出てさ、ちょっと自転車を漕いできたけどさ、7時台でももうこんなに暑いんだね。ちょっと汗ばんだよ。結構朝早い時間でももう太陽が結構暑いからさ、びっくりしちゃった私。もう暑いの？と思って。今日は昼間だいぶ暑くなりそうだね。外に出る方は体調を気をつけて。おはよう。おはよう。大丈夫？めちゃくちゃ。ありがとう。なんかめっちゃ久しぶりな感じがする。イエーイ。よし。北海道も暑い。あ、そうなんだ。今日は北海道も暑めなのね。大変だ。まあ、北海道もね、なんか期間は短いけど結構暑くなる期間あったりするらしいからね。油断ならないですな。気をつけて。体調管理には。そう、さやかちゃんも寝不足だからね。寝不足の時は体調崩しやすいから気をつけます。バッチリ気をつけます。さあこんなもんかな。どうかな、どうかな、どうかな。どうかな。かわいい、ありがとう。セリン器用だね。ほんと？ふう。こんなもんな気がする。あれ、いつもあと何やってんだろう。キランさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ギフト、みんな可愛いってコメントたくさんありがとう。朝からセミの大合唱がすごい。そう思った。自転車で漕いでる時もミーン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 って聞こえて、あー夏だなーって感じたわ。夏だなーって感じだよ。でちょっと唇に色をのせて、完成にしましょう。ちょっとコーヒー飲もう。クワガタ触れる？無理だね。虫触れないからね私。さっきあれ、ママからも LINE で可愛いよって来てたから嬉しい。パンパンパン。
夏といえば、花火。さあ花火大会大好きなんだけどさ、去年とかこういうご時世だからさ、そのなかったじゃない、大きな花火大会とか。悲しい。私の大好きな花火大会を早く返してくださいって感じ。ショールームと SNS のフォローと YouTube のチャンネル登録してきたよ。え、すごい、全部してくれたの？嬉しい。最高最高。さあどうですか今日の私の顔。こんな感じ。え、ちょっとついでに髪の毛も直します。髪の毛も直します。目がパッチリしました。ちょっと髪の毛を直すね。髪の毛さ、よいしょ、癖っ毛だからさ、朝起きたら癖が出ちゃうんだよね。寝てる間にね、人間は何リットルだっけ、なんか1リットルくらい汗かくんでしょ確か。1リットルだっけ。夏だったらもうちょっと多そうだよね、汗かいた量。バッチリ可愛い、ありがとう。いや、メイク道具を新調していい感じなのではないでしょうか。買ったメイク道具は今全部紹介したわ。4つぐらい一昨日買ったんだよね。秋田の花火大会知ってる？知らない。なんか有名なところがあるんですか？いいね。で、私はなんかめちゃくちゃでっかい、その例えば諏訪湖の花火大会とか、新潟のあのでっかいやつとか、人がすっごいたくさんいる花火大会より、なんか地元の人が見るような小さめの花火大会が好き。人でごった返してない花火大会が好き。そう、もちろん大きい花火大会もね楽しかったんだけど、なんか一昨年、もっと前かな、3年ぐらい前に神奈川中華街の近くのなんとかなんとかっていう、ちょっと名前全く覚えてないんだけど、なんか花火大会に行ったことがあって、メンバーに誘われて。そう、懐かしきミサッキーとかさ、アイリちゃんとか、あとカレンちゃんとゆきまる、5人で行ったのかな。そう、街って楽しかったんだよね。なんかメンバーと行く花火大会めっちゃ楽しかった。今日髪の毛どうしよっかな。ポニーテールにするか、まっすぐに下ろすか、どっちかですね今日は。いやでも今日はポニーテールっていうか白一つ結びにしようかな。ざっくりと手ぐしでまとめる感じのゆるいポニーテールにしよう。人混みは嫌よね。いやそうね、まあ好きか嫌いかで言ったら嫌かな。あ、でも昨日なんかね、街であれでした、浴衣のお姉さんがいらっしゃって、すごい綺麗だったよ。浴衣いいよね、浴衣も夏って感じ。髪は縛った方が首が外に出るから、だいぶ暑さ対策になる。やっぱその首が一番でっかいさ、血管とか通ってるからさ。そうそうそう、なんかアレンジしてみたけど微妙かも。この辺出したらマシかな。ちょっと遅れ毛を出していこう。
今ねこんな感じになってる。見えるかな見えるかな。こんな感じよいしょ。長めの遅れ毛が出てきちゃったな。かけておこう。おはよう。通勤でポニーテの人ばっかりよく見る。あ、なんかでもそれはなんかビジネスマナーとして髪長い人は一つに縛るのがマナーだよねみたいな謎のマナーがあるらしいよ。なんか就活生とかはなんか髪長かったらポニーテールにとか、なんか一つに結んでいきましょうみたいな謎のマナーが巷にはあるらしい。そんなね、髪の長さとかなんて個性だから自由でいいじゃんって個人的には思うんですけど、世の中には謎のマナーというものが、それいるみたいなマナーとか存在するからね。なんかさ、え、 iPad からなんか通知が来た。会社で決まってることをね。なんかさ、もうパンプスを履かなきゃいけないとかさ、大変だからさ、やめたらいいのにって思うよね。革靴とかパンプスとかいっぱい歩くのにさ、そんな靴履いてたら足痛くなっちゃうよね。大変だ、社会人っていうのもって思ってる。はい、こんな感じかな。ちょっと前髪決まらないな全然まだこんな感じじゃない。前髪の調子が悪い。前髪が決まりません。まあ、でもこんなもんでいいか。妥協妥協。ヒレリンさんめっちゃ可愛い、ありがとう。こんな感じでよいしょよいしょ。アホ毛を押さえておきます。アホ毛ってすごいネーミングで、ぴょんぴょん出てるのをアホって言っちゃうっていうか、どうでもいいんだけど、どうでもいいんだけどね。ノールックで出せるんだね。いや配信画面で見えたからできた。髪の毛もメイクも終わり。こんな感じ。今日はどうですか。完成。無事にメイクができてよかったぜベイベー。イエイ。サリンが何しても可愛く思っちゃう。やったいいですね。すっぴんよりだいぶパキッとしましたね顔が。
すっぴんはね優しい系だけど、どっちかというといいですね。今日も一日頑張れそう。ちょっと昨日作ったスケジュールを確認しよう。あれ、スケジュールのノートどこやったんだろう。あれ、昨日さ机の上に置いて寝たと思ったんだけど、あれ昨日立てたスケジュールは、え、どっかに持ち出した私。あ、持ち出したわ、さキッチンに持ち出したわ。キッチンから持ってこよう。よいしょ。あ、でもなんか頭の方は、一日の頭の方は15分刻みだったけど、こっからは結構のんびり、のんびりではないけど、この後 YouTube 撮って午後は動画編集 OK。 YouTube 撮るぞ。朝から行動すると一日勝った気分。え、それな、梅雨明けしてから一気に気温上がりました。上がりましたね。困っちゃうな。後ろの棚の生活感やば。一応紹介すると、これはみんなからもらった手紙が入ってます。ここはなんかメイクポーチとか、これこれさやな、アクセサリーボックスなんだけど、アクセサリーつけとくか、じゃあついでに。じゃあ最近梅雨明けしたということで、雨がまたちょっと適度に降って世界を冷やしてほしいなということで、雨のイヤリングしておきます。可愛くないこれ、雲のところに雨がついてるの。これつけとくわ。なんかももちゃんになんかイヤリングとかつけたらいいのに、可愛い、絶対似合うよって言ってもらえたから、絶対可愛いよって言ってもらったから、ちょっと積極的に頑張ってつけていこうと思う。なんかいっぱい持ってんだけどさ、いつもめんどくさくてつけないからさ、ももちゃんがせっかく似合うよって言ってくれたのでつけておきます。よし。あとね、ちょっと見て、マスクでもう私は耳が痛くて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 しょうがなかったから、マスクをこう首の後ろで留めるやつを昨日買ってきた。なんかね、ちょっと使い方としてはこうやってつけて、あ、これが首のところについてこうマスクつけれるんだけど、これを買ってきたので、ちょっとまだね長時間マスクつける時がないのであれですけど、あの耳痛すぎて死にそうだったので、ちょっと改善したらいいなと思います。あ、なんか耳つけたらすごいこの髪型にぴったり合って、ちょっと締まった感じがするわ。あ、耳つけてよかった、耳つけてよかったね。ほら、え、めっちゃいい感じじゃない。めっちゃ耳つけてよかった。なんかいまいち物足りない感じがさっきしてたから、髪の毛で、髪型だけだといいね。おはようございます。おはよう。めっちゃいいじゃん、今日いいね、なんか大人っぽい服装はちょっとラフだけど、でも今日一日お家で過ごすからラフな格好でいいや。このね上、これももらったんですけど、これワンピースでね可愛いんだよ。また見せる時が来るかも、全身で。イエーイ。ということで、ピアスとかしないの？ピアスはなんか穴開けんの怖すぎて無理、怖すぎて開けれないね、多分さやかちゃんのことなので。怖くね、耳開けんの。でも本当はなんかこの辺のさ、ここじゃなくてこの辺のあの
骨軟骨の部分にペンって一個開けたいんだけど、ちょ怖くて無理無理お仕事戻ります。お仕事頑張って頑張ってね。いつもと雰囲気違う。本当髪型じゃない多分。おはよう。そうなんかここはさイヤリングつけられるじゃん。だからさなんか別に開ける必要性あんまないかなみたいな。今もう開けてないけど耳にこうやって可愛いのつけられるからいいかなと思うけど、なんかこことかってさイヤリングでつけられんやん。そうだから負けるならそういうとこだけど、多分痛いの怖いから絶対開けないと思う結局ね、結局開けれないと思うわ。勇気が出ん、勇気が出ません。いいやって感じ。お、本日誕生日って書いてる人いる。誕生日おめでとう。今日は7月18日。あ、今日お父さんの誕生日ではそういえば LINE しとかなきゃ。やべ今日何日か忘れてたわ。18日じゃんね。 LINE しよう。そういえばそうじゃん、7月じゃんね。今月7月だったわ。完全に7月だったわ。最近日付の感覚がなさすぎてダメですね。よくない。ちゃんと LINE 届けておきます。あれ7月だよね。あ、危なかったぜ危なかった。思い出してよかったね。まあ多分一日のどこかでは思い出してたと思うわ、そもそも。でも朝の段階で思い出してよかったよくないですね忘れちゃうのは。まあそんな感じで今日はそろそろ終わりにしようかな。うん、カレンダーが古くて休みが分からない。なんか今年のカレンダーってさ急遽さ休日が移動したりしたからさあれなんだよね。なんかカレンダーと休日が確か違うんだよね。そうややこしいけどみんな間違えないようにしていこう。じゃあランキングを見ます。13位かぼちゃ先生ありがとうございます。12位立山けんけんさんありがとうございます。11位けんけんさんありがとうございます。10位なんさんありがとうございます。9位ともつさんありがとうございます。8位やすさんありがとうございます。7位ピアノマンさんありがとうございます。6位はサッピーさんありがとうございます。5位バイコゾーさんありがとうございます。4位ヒロリンさんありがとうございます。3位ヤチさんありがとうございます。2位ケロンさんありがとうございます。1位はトメさんありがとうございます。ありがとうありがとう。ということで朝からお付き合いいただいてありがとうございました。ここからスケジュール通りに動けるように私頑張ります。みんなも良い日曜日にしてください。ではまたねー。バイバーイ。